リスン、リスン、リスン。こんちはスクです。狼続きやっていきます。前回までの話は確か、まあ、とりあえず村がいい感じになったんだよね、うん、で村人に話す前に疲れてやめたんだった。で確かここの犬と勝負しろみたいな話みたいなごめん、体当たりしたら怒られた。だって話すんだ。聞く F。F、F。ちょ、そんな動かないでよ、F。勝負しようぜ。お、掘り起こすぜ。もちろん母ちゃんの原骨攻撃を避けながらだからな。それができりゃ、はやぶさ以上と認めてもいいぜ。あ、あの岩のような原骨を避けながらだと？そいつは確かに身の毛がよだつが、こっちにだってズバッと一筆、天下の筆調べがついてた。え？筆調べでどうにかしろっつってんの？そこでなんか、選択してる人がいるな。え、もしかして桃流れてくる？桃太郎出てくる？ああ、落っこちた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 。こんにちは。なんか歌ってる。みかんバーだって。へえ、みかんじいの奥さんか。おや、白い狼とは珍しいね。こんな人里まで山から遊びに来たのかい？でも最近じゃ人を襲う妖怪もポツポツ増えてきたって話だからね。お前も気をつけるんだよ。狼に対しては全くのノーガードだな。何言ってんだよ、ばあさん。こいつはあの知らねえの生き返りさ。このイラと組んだら妖怪でもなんざ物の数じゃねえや。あれ、一寸や。今日は狼に乗ってお散歩かね。あ、見えてるんだ。へえ。確かに知らねえ様にそっくりだよ。鼻の頭が黒いところなんか特にねえ。そこだけかよ。はあ、それにしても、ブツブツブツ、どうしたの？何でそんな困ってるんだ。加えてみる。ふえーっつって。なんかちょっとかわいそうだからやめとこう。めっちゃ歌ってたよ。よし、これ抜くか。抜いた。一本目抜いた。大根を胃袋に入れた。シャキッとした歯ごたえが魅力の根菜、胃袋を満たす。で、とりあえずこれダッシュで逃げると。よし、逃げ切ったぞ。で、二本目をいただく。あれ、一本目になっちゃった。出たらいけないのか、こっから。マジか、危ねえ。畑から出ちゃいけないんだね。ちょっと待って。え、ティロリロリンって。あ、連続じゃなくなっちゃってる。やべやべ、来た。やべやべやべ。座って、座って、座って。あっ！殴られた。くっそ。結構難しい。端っこから行った方がいいな。よし、かわした。かわした。やべ、掘るとこミスった。むずいんすけど。よし、2本目。ほっとくと、ちょっと、走って追っかけるのやめてくるな。あー、やべ、むずい。めっちゃむずいんすけど。あぶね、あー、嘘、かわしたっしょ、今。なんか遠くだと追っかけてくるのに時間がかかるっぽいな。そりゃそうか。あー、くそ。むずいよ、マジで。遠くに逃げると追っかけるのをやめるっぽい。いや、追ってきてるな。よし、3本目。見えねえ。ダメ。よし、今がチャンス。よし、おお、取ったのか。ちょっとずつ掘って、ミスった。今がチャンス。よし、やばいやばい、
これ逃したくないな。見えねえ、水で。危ない。あー、しまった、むずい。うわ、また最初からか、むずい。よし、危ねえ。あー、よ。危ねえ。今がチャンスだ。よし、ラスイッチ。あ、これいったんじゃね。よっしゃ、10本いったぞ。これ取ったらいいのか。よし、え、クラッチした。あ、あれクリアできた。今ちょっとね、どう、母ちゃんの畑の大根連続で全部掘り起こせるか。ダメだったの、最後の1個ダメだったのか、あれ。くっそ、もう一回か。ああ、もう。つい。最後のさ、赤い大根みたいのを取らないとクリアにならないのかな。危ねえ。危ねえ、もう。ええー、めっちゃむずいんすけど。あ、くそ。はあ、もう諦めたい。諦めたい、俺。めっちゃむずいわ。もうこの母ちゃんが諦めるまで逃げる？あ、諦めた、諦めた。よし。よし、諦めた。諦めるまで逃げるっていうのが一番良さそうだな。よし、よし、来てる来てる。よし、よし、近いのから行こうか。来て、お、よし、よし。まあ確かに今までの戦法が難しすぎたな、俺。よし、これで逃げて母ちゃんが諦めるのを待って。よし、あと1本だぞ。よし、逃げろ。よし、スズメもどっか行ったし、ちょうどいいや。よし、よし、10本目。あれを加えなくちゃいけないのか。あれを加えて逃げればいいのかな。あ、これでいいんじゃない ?OK? お、OK っぽいぞ。変な形の大根。あ、よくあるセクシー大根ってやつじゃないこれ。おお、お前、これはオイラと愛犬ハヤブサが追い求めた変な形の大根。確かに追い求めるな。そんなもんを掘り起こしたってことは、ハヤブサの記録を破って大根10本全部掘りを達成したのか。くっそー。いや、負けは素直に認めよう。むしろ挑戦できる目標ができて清々しい気分だぜ。あ、こいつの名前さ、虫飼いっていう名前さ、トンボ飼ってるからか。今初めて気づいたわ。やった、サチ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  !7 サチ、イエー、やったぜ。あ、使えた。他の人にも話していこう。この人は何してるの？聞く。クシナダ、クシナダ、知らんな。こいつ頭に俵があるよ。あら、狼さん、こんにちは。お名前は何て言うの？私はクシナダ。よろしくね。
なんでハードがポカポカ出てんだ。酒職人串名だ。へえ。よう姉ちゃん、今日も臭いじりに精が出るな。まあ一寸ちゃん、あなたも一緒だったの。これはお酒を作るのに必要なお米さんを育てているところよ。でも稲刈りは私一人じゃ大変なの。今年もスサノオに手伝ってもらおうかな。おお、スサノオ、クシナダ。これも日本の昔話に出てくる神様的なやつの名前だよね。ワンちゃん、あなたを見てるとついお話ししたくなっちゃうわ。なんで？なんで甘子、早速気に入られたじゃねえか。まあ人間の中にはこんな風に話しかけてくるやつもいるから、お前も二度三度の人の話に耳を傾けてみた方がいいぜ。え、二回も三回も話しかけるのめんどくせえからやだな。お前神様だから姉ちゃんの頭の上に三角印が出たのが見えただろ。え、わかんなかった。頭の上には俵が三個乗ってることしかわかんないよ。もしもそれが見えたら、そいつにはまだ話したいことがあるってあいつさ。へえ。人間の話もたまには役に立つ時があるから、気が向いたら独り言にも付き合ってやりな。本当は三角あるわ。じゃあ聞くわ。スサノオっていうのはこの村に住むちょっと変わった人で、大きな剣を背負っていつも鍛錬に励んでいる。何でもあの伝説の英雄イザナギのご子孫さんなんですって。へえ。お酒も大好きでうちにもよく買いに来るわ。ちゃんと働いてんのか。ここがじゃあ今のなんだっけ、草の王じゃなくてなんだっけ、こいつこいつなんだっけ、名前なんだっけ、お前名前なんだっけ。クシナダ、クシナダの家か。草の王にも挨拶してあげてね。はい、どこにいるの。このスイカのとこ行ってみる。あ、なんだこれ、ここ酒って書いてあるけど、ここ入れんの。入れる。ここも入れるんだ。結構家の中入れんのか。お、米俵を胃袋に入れた。お、マジで。藁で編んだ俵に米を詰め込んだものを胃袋を満たす。え、全部食っちゃったよ。酒だ。酒は取れねえ、残念ながら。調べるってできるな。酒を熟成貯蔵してる樽だな。うん、いい香りがすら。はい、まあいいや、行こうぜ。スサノオを探せばいいんだな。一寸、よし。お、鶏がいる。鶏が2羽、鶏がいる。加える。いらない。これは取れない。あ、取れるか。取れた。株を胃袋に入れた。球形の根を持つ純白の野菜、胃袋を少し満たす。なんかこれ、いろんな種類の雑草を取ったらどうなるか。雑草は取れないや。ここ入れんの？あ、入れる。全部の家入れんのか、これ。お、鍋がある。ネギがある。調べる。待て待て、つまみ食いなんかしたら、母ちゃんの鉄拳制裁が来るぜ。あ、ここ、あそこの畑の母ちゃんの家か。じゃあ、ろうそくは。ろうそくも取れないか。まあいいや、ここ。ここの家は？縦札読んでみようぜ。長老の家。ここは村の名物じじい、みかんじいの家だぜ。名物じじいだったんだ。入ろうぜ。よう、じじい、さっき投げてすまんの。おお、すげえ！薄の蓋がみかんになってる。みかんの香りがするご飯ができそうだね。食えそうなもんはないぜ。このみかんは食えねえのか。ここは？食えそうなもんはないぜ。おお、なんか食ったぞ。でっけえみかんが置いてあった。やったぜ。ナイス、みかんじ。バイバイ。あとどこ行きます？お、お、お、なんだなんだ？夜になった？時間が経つのか。スサノオの家どこよ？ここが、相変わらずでけえエビキだぜ。ほんとだ。この家に住んでるのが、自分がイザナギの子孫だって吹き回ってる、スサノオってうさんくさいおっさんの家さ。おっさんなんだ。この辺じゃとりあえず名前だけは有名なんだが、伝説の勇者の子孫にしちゃ寝てばっかりで怪しい奴だぜ。この馬、かわいいね。あ、ぶっ壊れた。あ、そうだ、馬ぶっ壊せんのか。大井はにまるくんのキャラに出てくる、ヒンベイ。まあ、よくは知らないけど。怖っ。頭が飛んでるの、怖っ。夜来たのまずかったか？
調べる。おい、この亀の下からいびきが聞こえてこねえか。なんだ、封印されてんのか。おら、ぶっ壊れた。なんか地下に降りれんの。お、降りれた。なんだここ、自分の家なんじゃん。なんでこんな隠し部屋みたいになってんの。起こせない。聞く。ぐわぐわ、我こそはモガフだ。え、これだけ。ゴーゴー、クシナダちゃん、我と一緒にムニャムニャ。ダメだなこいつは、まるで起きそうもねえや。じゃあもういいや、バイバイ。夜に来たのがまずかったのかな。早く日が明けないかな。もしくは自分も寝て過ごすみたいなことできないのかな。あっちに誰かいるのか。ここの盾札はなんだ。天下無双の太剣士、スサノオの家。太剣士って何？大剣士ってこと？そういうこと？そういうことっぽいな。字が間違ってるっていうか誰かが書き足したんじゃね。ここは？お前なんだ？行商人。ああ、疲れた。この大岩をどかそうと頑張っているんだけど、あんまり疲れたせいかさっきから幻聴が聞こえるんだ。何か変なものに疲れたのかな？うわ、敵か。ここで敵かよ。赤点。まあ、わかんない。そんな感じだった。お尻ペンペンってやってた。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、一寸。これ一寸してるときはなんか時間が止まるから、これ復活しちゃって。いて、食らった。ちょっと、操作にまだ慣れてませんので。あれ、無駄ってなった。ちょっと待って、何無駄って。倒したっぽい。よかった。あ？あ、お前また復活した。よいしょ。あ？あ、倒したのか。よかった。しょ、戦闘まだ慣れねえな。これさ、鼻ブワーって咲くけどさ、すぐどっか行っちゃうから悲しいね。いっぱい咲いたまんまでいりゃいいな。サチ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 、サチ玉が溜まった。おい、おい山子、お前の体が急に光り出したぜ。もしかしたらお前の神通力が強まる前兆じゃねえか。マジでか。なんかお前感動薄いな。だってなんのこっちゃよくわかんないもんね。とにかくほれ、おいらが見ててやるから、一丁神通力強化の実践といこうじゃねえか。なんだそれ。今から開く道中奥義にお前の神通力の項目が並んでるから、溜まった幸玉を使ってどれでも好きな力を強化してみない。おー、なんだこの表。こんな表あったんだ。太陽気、生命力、体力か。あ、上がった上がった。もういいよ。もう12しかいないから入れられない。どうだい？散った勘を取り戻しただろ？いや、全然わかんない。これっぽっちの強化じゃよくわかんねえか。うん。いやいや、そんなことはねえ。新アマテラス様の大きな一歩だ。この調子で突き進もうぜ。おっと、そういやさっきのおっさんはどうなったんだ。え、グースか寝てたやつ。あ、違う、こいつか。行商に。はあ、なんだか頭の中がすっきりしたよ。取り憑かれてたのか。それよりこの大岩をどかしたいんだけど、どうにかならないかな。さっきのさ、寝てたさ、スサノオを叩き起こしてさ、協力させないんじゃない。あいつ力持ちとかそんな感じなんじゃないのかな。この村の人たちのんきにしてて全然手伝ってくれないんだ。そうだワンコ、お前この村で飼われてるんだろ。だったらスサノオとかいう男を連れてきておくれよ。何でも伝説の言うイザナギの子孫だって言うじゃないか。そいつならどうにかして岩をどかしてくれるはずだよ。うん、おかしいな、こんなところに大岩なんてなかったのによ。あ、まあ行くか。あ、なんかキラキラ光ってんのは何だ。まあ多分意味はないな。矢印が出た。イエーイ、矢印くん久しぶり。もうずーっといてほしい。お前ずーっといてほしい。もう俺の一生ずーっといてほしい。信じきってるから俺は。よし、
そうだな。めんどくせえから上で寝ててほしいんだけど、なんでこの地下にいるんだよ。地下にいる意味がわからん。うわぁ、うわぁ。悪くさ、ほら。どうやって起こしゃいいんだよ。え、起こせなくないこれ。うわぁ、うわぁ。シュナちゃん、一緒に。おい、こいつで叩き起こしてまおうぜ。お、マジでか。じゃ、おら。ガフやったぜ。うん。意外と腕細いな。ポパイみたいな感じになってるのか。いやー、よく寝た。瞑想にふけろと、地下にこもったらそのまま眠ってしまったようだわ。そのままっていつまで寝てたんだよ。うん、なんだお前は。古今無双の大剣士スサノオ様に何をだ。大剣士スサノオ、太剣士じゃなくて。すげえ、眉毛がつながってる。でもまつげがピッピッピッってなってて、可愛いお目目してますね。まさか畜生までもが我の噂を聞きつけてやってくるとは。だがな、我は弟子など取らんぞ。さあ、ホチ、さっさと山へ帰って、猿と戯れておれ。あ、また寝た。まったく、無礼な犬ころめ。我の瞑想を邪魔しよって。やい、ドヘンボク、グズグズしてねえで、一緒に来な。うん、お前は金玉虫。また我の家に入り込んだのか。その名前でオイラを呼ぶなと言っただろ。アマコいいからこいつ連れて行こうぜ。じゃあ加えていく。おうおう、上に乗っけた。何をする。いや、やめんか、こんなこっぱずかしい真似を。よし、連れて行けいいのか。なんかプルプル震えてますけど、まあ、連れて行こう。すげえ、後ろにうわーってなってる。なんでちょっとプルプル震えてんだろう。怖いのか。よし、じゃあ横から見たい。よし、連れてきたぞ。まったく、この犬ころめ、こんなところへ連れてきて我と決闘しようとでも言うのか。かくなる上は我が愛犬同変木で一刀のもとに両断してくれるわ。ちょっと待ってくれよ。あんたがあのスサノオなのかい。いかにも、我こそは古今無双の大剣士スサノオだが、男と男の真剣勝負に口を挟むな。そんなことより頼みがあるんだよ。そんなこと。実はこの大岩に道を塞がれて困っているんだ。あんた何とかしてくれよ。おお、こいつ耳に小判がある。何だと。頼むよ。あんた、あのイザナギの子孫だって言うじゃないか。耳に小判があるんじゃないのか。傘に小判がついてるのかな。なんかすごい技でドカーンとできるだろ。うむ。まあ、できなくもないが。本当かい、助かった。じゃあ早速。待て。これほどの大岩、さすがの我でも骨が折れるわ。剣に宿す闘気を高めるため、精神統一が必要だな。よしては鍛錬場にて、気を練るゆえ、すばし待っており。行っちゃった。へ、どうだかな。あのおっさんがまともに鍛錬してるなんて見たことないぜ。したらさ、これ切れんじゃないの？あの、これで。スパッ。あ、ダメだ。さすがの一世もダメか。マジか。ムッとか言って。マジか。でもまあ、もう一回見に行くか。ちょ、矢印くんがいなくなっちゃったよ。俺の大好きな矢印くんが。お、間違えた。間違えてこいつの家切ろうとしちゃった。切れなかった。切れたら面白かったんだけどな。屋根がズバってなくなって。またここで寝てんの？あれ、いね。どこ行ったんだ？いないわ。あれ？あいつどこ行った？どっか別のところで気を練ってるのか？あ、ん？裏から ZZ が見えるぞ。なんでこんなとこで寝てんだよ。どうぞ。な、俺のどこがイザナギの子孫だってんだよ。ああ、ここで特訓しようとして、一応特訓の器具はあるんだな。あ、遠くに、おお、朝になった。起きた？なんとかするとは言ったものの、いくら伝説の血筋でもあんな岩などとても無理だ。ん？まったく、こんな時に酒は切れるし。やめだやめだ。今日はもうおしまい。鍛錬は明日からだ。あそこに宝箱がある。あれ取りに行きたい。あれ、泳いで取りに行けるかな。無理か。うわ、無理くせえ。
あとなんか丸がどんどんちっちゃくなってる。怖い。溺れそう。怖っ。あ、怖っ。あれ取れないのか。ここさ、なんか橋とかかけらんないのかって。ダメか。チェー。あ、でもまだなんか話すことがあるみたいだぞ。聞く。酒がないから気分が乗らん。鍛錬は明日からだ。明日できることは明日やれ。それがこのスタノオの流儀は。酒だとこの野郎。酒といや、あの子が作ってるけどよ。そうだな、じゃあ、取りに行ってやるか。アホだな、この、酒を買いに行くっていうことも恋愛の一つだと思うよ。それをこんな、ワンちゃんに頼んじゃうなんて。こっちでいいのか？ん？なんか今調べられたな。まあいいや、後で。あれ、ここで売ってるわけじゃないのか。ここは貯蔵してるだけか。どこで売ってんだろう。あそこにいるわ。あら、そういえば私大事なことを忘れちゃってたわ。お酒を作るのに水車小屋で精米をしなくちゃいけないんだけど、この間妖怪さんのいたずらで水車を壊されちゃったの。あ、そうなんだ。あんなとこにあったんだ。全然気づかなかった。あのままじゃお酒の仕込みもできないし困っちゃったな。そりゃ気の毒によ。女には優しいな。せっかく妖怪さんに新酒、雷撃酒を味見させてあげたのに、夜中に水車を壊したり畑を荒らしたり大騒ぎするんだもの。妖怪にそんなもの飲ませて酔っ払わせない。まったくこの姉ちゃんはよ。ともかく壊れたものを直すか。それくらいお前の筆でちょちょいとな。よし、じゃあ直そうぜ。ここの裏だな。これだな。よっ。こんな感じでいいのかな。よっしゃ、できた。腰ひん曲がってねえか、クシナダちゃん。大丈夫？そんな細い体で田植えとか大丈夫ですか。まあこれはどういうこと。水車がすっかり治っちゃってるわ。一体誰が直してくれたのかしら。俺。お酒の仕込みができないって諦めてたけど、でもこれで精米を始めることができるわ。そうと決まれば早速始めましょう。お、行動派だな。すげえ歩くの遅えけど。あ、どこ行った。ここにいんのか。おお、なんか動いてる機械が。話そう。なあ、にしろちゃん、お酒作りに興味があるの。しろちゃんなんて呼ぶんじゃねえ。俺のことは、そうだな、しろちゃんでいいや。ほら、これが精米を作る臼よ。面白いでしょ。うん、そうだ、しろちゃんにいいものあげるね。なんだ、お金か。お店の売れ残りなんだけど、私が作ったお酒、そんなもん絶景感。何それ、美味しそう。でもしろちゃんにお酒はまだちょっと早いかな。犬に早いも遅いもないだろ。ダメだろ。加える。あ、加えて持ってくんだ。よし、じゃあな、あばよ。で、これをあのおっさんにあげればいいんだな。とう、とうとうとう。おい、おっさん、持ってきたぞ。怠け者め。その剣、木だな、思いっきり。まあいいけど。ん？ちょっと待て、ポチ。お前、ポチって呼ぶな。俺のことはシロちゃんと呼べ。この香りは。クシナダちゃん手作りの名酒絶景感？知ってんだ。絶景感飲んだことあるんだ。なんという巡り合わせ。クシナダちゃんとの愛がなす奇跡か。そうだ、酒だ。きっとこんな時は酒の力がものを言うのだ。そういえば我が祖先イザナギも妖怪退治の時には酒の力を借りたと聞く。そうなの。我典型を得たり、いざ鍛錬を始めようぞ。鍛錬はいいから、もう岩をどうにか早くしに行けよ。どれ、いつもの打ち込みでも軽くやってみるか。いざ参らん。俺がなんかしなくちゃいけなかったの、もしかして。パカシロ、次は峰打ちでは済まさんぞ。あ、俺が合わせて切ってやんなくちゃいけないのか。めんどくせえな。はい。では気を取り直して、いざ参らん。よし、行け。
まだ操作に慣れてないからさ、いきなりの操作できないんだよ。で、今止めて、ここで、コースラインだな。よし。すげえ下の方俺、やっちゃったけど。で、ここで止めて、コースラインだな。ウェイ。いざ、刮目してみよう。スサノオ流、真空カッパさん。名前は超かっこいい。ふっ。こっちから、こう切ってたな。ウェイ。かっこいい。なにうわ自分に力があると思い込んでくれたか。スサノオ流真空カッパさん。よし、ちょっと待って。はい、よし、いった。全部なくなった。上半分切っただけなのに。なんと巨大な岩が真っ二つに。あんた本当にすごいお人だったんだな。おいらもたまげた。え？ああそうだと思う。我は古今無双の大剣士スサノオにあるぞ。いやー、イザナギの子孫ってのは伊達じゃないね。あんたなら妖怪たちを倒すのも造作もないだろうな。ともかく礼を言うよ。これで商売が再開できるからね。あの傘の開き方、閉じ方、かっこいい。妖怪か。無論言われるまでもないことだ。中津国随一の剣士たる我が、立たねばならぬと思っていたところよ。よかろう、世にはびこる不定の輩ども、退治してくれようぞ。おのども、大船から飛び降りた気持ちで待っておれ。なんか間違ってたような気もするけど、お船に乗った気持ちじゃないの？笑ってどっか行っちゃった。オイラたちが見てるからって無理しなくてもよ。村の外ともなると妖怪どもも荒くれ者揃いだけど大丈夫か？どうでもいいけど、イッスンちゃんよ。シロちゃんのその鼻先でぴょんぴょん飛ばれたらさ、もう全然視界の邪魔なんだけど。鬱陶しいだろこれ。お、我らが呪文アマテラス大神。お尻見えてますけど。露出狂ですか、あなた。あなたのご活躍しかと拝観させていただきました。特にお岩を一筆のもとに両断した見事な筆さばきは、まこと筆調べの名にふさわしき鮮やかさにございました。そうかい、だったら何かご褒美でもくれよ。おや、玉虫や、お前は何もしなかったのでは。だからおいらは一寸様だって言ってるだろ。虫けら扱いするやつには懐へ忍び込んでお仕置きするぜ。今のセクハラになるんじゃないですかね。今の一寸くんの発言はセクハラになると思いますよ。まあ今はこのケムクジャラの方が居心地がいいから安心しない。そんなことよりご褒美ご褒美。これも何かのハラスメントだと思うけど、まあいいか。ハマコ、お前もお手でもしろよ。それがお礼をしたいのは山々ですが、この先はすでに通力を失い、あの通り今や花をつけることさえままならぬありさまなのです。花？ああ、なるほど。枯れる寸前ってこと？実は私はこうしてこの村に立っておりますが、村の外にも根を張り巡らせて各地の平和を見守ってまいりました。その我が分身とも言うべき分け際、才の目と呼ばれて信仰心を集め、それを力の源として美しい緑を育んできたのですが、近年増え始めた妖怪たちによって各地の才の芽は次々に蝕まれ、私自身あのように枯れ果て緑豊かな大地もことごとく奪われたのです。なるほど。要はこいつを祀ってる御神木が村の外にもたくさんあって、それがまあピンチだということですね。そのせいで力が出ないよってことですね。加えてこの度の騒動で世を覆う混沌の気配は勢いを増し、これまで以上に多くの生命が失われてしまいました。おいおい、なんだか湿っぽくなってきやがったな。天地万有の狼アマテラス様、どうか封じられた才の目をもののけどもの呪縛から解き放ち、この中津国に再び自然の営みを取り戻してはいただけないでしょうか。村の近くに立つ才の目の場所はこの通り地図に書き記しておきます。地図？あ、地図とか見れたんだ。うわ、すげえ、日本列島っぽい形が。今北海道にいる感じ？中津国東部。あ、はあ、へえ。まあ、別に日本列島ってわけじゃないか。四国がないもんね。沖縄もないもんね。
ああ、こうして話す力さえ尽きてまいりました。え、マジでピンチじゃん。お尻見えてるけど。どうかどうかこの願い聞き届けたまえ。アマテラス大神よ、あなたに花の川の守りがあらんことを。死んだ昨夜。ふーん、おいら喧嘩早いけどよ、厄介ごとに首突っ込むのがごめんだぜ。嫌なのかよお前。どっか行っちゃうのと言いたいけど、筆技の習得前にこいつから離れることもできないしな。暇してた。まあこいつも神様なんだから妖怪相手に下手打つこともねえか。お前人の話しちゃうと聞いてたんだろうな。この狼くんさ、人の話長いとさ、もうなんかだるくなっちゃうよね。おもろいな。お前は旅がてら残りの筆技を見つけ出してよう直し、おいらはその筆技を盗んで習得、とくりゃバンバン剤ってわけだ。ともあれ、まずは地図の印でも頼りにブラブラ行ってみようぜ相棒。オッケー、よし。というわけで、じゃあ先に進めばいいのかな。ここに何かあるの。何これ。ああ、さっきの行商人か。聞く。別にいらないか。今んとこなんかピンチになった感じないしね。いいや、バイバイ。じゃあ村を出る前にセーブして、今回は一旦終わろうと思います。お、ウサギいた。ウサギいるんだ。よし、じゃあ今回はここまでにします。続きはまた今度。またね、バイバイ。